第一チャンネル、たくみと第一のお部屋探検養生。さあ、はい、誰の部屋を、じゃあ一人ずつ回っていきましょうかね。お、じゃあまず一発目はすぐそこなんですけども、誰の部屋だろう。行きましょう。じゃあまずは、はい、一発目、たくみくんの部屋入ってみます。たくみ、あれ、ちょっと開けてみてもいいっすね。入っちゃいます。行きましょうか。あ、あれ、あれ、たくみくん、これ寝てますね。おかしいですね。さっきまで1分前まで一緒にたくみと大地のお部屋なんちゃらみたいなやってたんですよね。あれ、はい、ごめんなさい、寝起きでした。ちょっとお部屋紹介してくださいよ。まあ、これ4畳なんですけども、はいはいはい、部屋これうまく使ったような。そうですね、結構うまく使われているんですね。そうですよ、これ机、仕事部屋ですね。あ、仕事部屋、仕事部屋ではないですね。部屋書斎、書斎、書斎ですね。ほぼ書斎。僕はあれですね、あ、洋洋服をね、コインロッカー。コインロッカーではないんですけども、ここが仮眠室で、あ、仮眠室、仮眠室、仮眠室、部屋ではないんですけどね。はい、はい、小出が稲田区のベッドでございます。まあでも意外と、あ、どうですか、寝心地は。あ、寝心地はそうだね、ほぼ地面だね、これ。薄っぺらいわけだね。本当に。で、次は終わりです。終わりです。ここは、これ何の部屋ですか、ここは。で、これドアが唯一ついてない場所なんですけれども、はい、共有場として、共有する場所とかある場所なんですけれども、早速カメラ見ましょう。いや、本当はこういう感じじゃないですよ。本当にあの人、オフの時は本当に何もしないですよ。本当にびっくりすること。まあ、俺らの時、全然もう部屋にこもってるから、でもね。本当、休む時はもう自分の部屋にいるか、安村君の部屋にいる。で、安村君が本当に一人の時間奪われて、何なんか休んだよ、被害に遭ってって感じ。じゃあ結構意外とここの共有スペースにいる人あんまいないの。うん、割とでもご飯食べる時はよくいるよね。しずや君、これ納豆食べてるのを臭い見る。しずや君、ずっと納豆食べてるもんね。じゃあ、かずま君が今、じゃあ今日で一番大事にしてるものなんですか。今日で一番大事にしてるもの、はい、龍之介からもらったろうそくですね。じゃあそれプレゼント方法なんですけど、まあ下の概要欄からさあ、誰かの部屋に潜入しちゃおうかな。じゃあ僕から行きたいと思います。やった、ヤスは、あ、ここなんだ。見られるの恥ずかしいですね。僕めっちゃ服多くて、これだけじゃないんですよ。こっから下、1、2、3のボックスがあって、そう、選べないから収納されてるわけだ。一番好きなのがあれですよ。何あれ。入った時に実家でもやってたんですけど、かわいい。初めて見た、こんなことやってる人。そう、なんかで、ね、ぜひぜひ皆さんも真似してみてください。エアコンにこう妖怪にするっていう発想がかわいい。順次もあったので、たくまの誕生日なんですけど、ちょっと今日も遅くて時間なかったので、ちょっとプレゼント用意できなかったり、ケーキ用意できなかったり、いろいろあるんですけど、とりあえず埋め合わせでコンビニで買ってきたんで、パフェなんですけども、これですね。ええやん、ええやん。十分、十分です。とりあえずこれをメンバーとね、サプライズをとりあえず しようか。たくまのサプライズバースデーやるぞ。やっていく、いいクスプ、やっていく、やっていく、やっていく。いいメンバーですね、これは。僕たち、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。あ、ちょっと待って、カメラ見せない。カメラ見せない。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタクマ、ハッピーバースデートゥーユー。マジっすか。おめでとうございます。おいくつですか。21です。やったー。ちょっとロウソクの火を消していただいて、はい、おめでとう。ありがとう。やったー。ありがとうございます、みんな。時間がなくてね、ちょっとこれしか言えなかったんですけど、宮さん、はい、後でちゃんと、今年の抱負なんかあります？ありますね。そうですね、今年はメンバーみんなと切磋琢磨して、東京ドームに一歩でも近づけるように頑張ります。やったー。ありがとうございます。ちょっと泣きそうじゃない。泣いていいだよ。泣いていいんだぜ。本当はもっと盛大に祝いたかったんですけどね。そうね。いや、もうこれが嬉しいね。はい。もう何でも嬉しいよね。何でもいいですよ、もう。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。タイミングで。ちょうどいいね。ちょうどいい。じゃあその次は、
続いてはちょっと誰の部屋ですか、ここは。カオルくんです。カオルの部屋。じゃあちょっと次はカオルの部屋に潜入したいと思います。どうぞ。あ、いますね。あ、またコロコロ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。待って、カオルの部屋なんか一番男らしい。見てこれ。ああ、そうなんですよ。3本も。こっち2本がギターで、こっちがベースで。弾けんの？まあ一応両方弾きますけど。じゃあちょっと軽く。あ、ちょっとこれはまあライブで弾きましょうよ。あ、そっかそっかそっか。そう、ライブでやりましょう。ライブでやりましょう。そうなんですよ。まあそういうね、あったり。あとはまあ木刀があったり。あ、本当だ。縦がね、縦よく動画出してますから。縦のために木刀があったり。あ、あとはまあ、ジャペットですかね。え、これ触りはこっち。ちょいかな。ちょい。ちょいでしょ。名前は犬。犬？犬。犬くん？犬。うちの犬の犬が一緒に寝てるんです。犬くん。犬くんです。あとまあ僕のといえばなんですけど、あ、本が結構いっぱいある。本当だ。こういうシェイクスピアとか。へえ。まあ海外文学。やっぱ演技。そうですね。こういうの勉強で読んでいろいろちょっと勉強しないとと思って。もうこれは全部読んだ。これあともう8割ぐらい読んでて、この辺も大体読んでみたいな。一番やっぱなんかボイツだから大人な。ああそう。一番大人な気がするわ。大人な感じの好きなものを。俺カオルと同い年だけど全然違うもん。この精神年齢がやっぱ見た目にもこう出てきちゃう。やかましいわ。はい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 。やめとけ。じゃあこの部屋行きますか。シュートの部屋に潜入したいと思います。はっ、あっ、はい。なんですか。ちょっと、はいはい、新メンバーの藤村修斗君です。あ、どうもこんにちは。ちょっとあのね、はい、今日はみんなの部屋に潜入しようということで。潜入しに来たんですか。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、黄色メンバー藤村修斗です。イエーイ、よいしょー。何人かの部屋入ったんだけど、はい、一番綺麗。一番綺麗ですね。まだ入居したてっていうか入ったばっかなんですよね。一番スッキリしてて一番居心地がいい。一番居心地いいか、うん、これをどうかしちゃってる。めちゃめちゃ綺麗にしとるやん。やっぱ性格が出ますねこれは。でもカーテンが茶色でこの色と壁の色も合ってて統一感があるな。もう統一感。俺この部屋好きだわ。おっしゃー。ということでね、まあ、俺は今日はこれ寝るんでね。じゃあ寝よっか。寝ますか。じゃあおやすみなさい。寝るよ。ほらおやすみなさい。じゃあ消しますね。おやすみ。おやすみ。大地くんワープしてください。ワープ、ワープするか。ワープするか。はい、じゃあ照明の部屋にワープします。3、2、1。よっしゃー。ということでね、もうここは翔平くんの部屋で、まあ、部屋にいると思うから、もうこれノックせずにね、行きたいと思います。2階。おぉ来てました。急だね。シンプルにお風呂上がりだからね。ナイスナイス。大地さん、大地さん、あれ、いや、知らない人、知らない人、いい、大丈夫、大丈夫。で、今ね、みんなの部屋にちょっと乱入して、はい、どんな部屋なのかなっていうところね、はい、確かめてるわけなんだけども、たくさんちょっとディズニーグッズがあって。ディズニー好きなんだよね。そうなんだよね。実は結構日用品がディズニーだったりするんだよ。これがプーさんだったりとか。本当だ、物入れが。そうそうそう。財布もじゃん。そうだね、財布もミッキー。そう、恒例のお布団チェック。何、何お布団チェック。お布団の硬さとかそのチェックさせていただいてるんで。あー、そうだね。あー、お、今まではこうすごい跳ねる、あ、バウンス系だったんですけど、今回のはこれ低反発ですね。じゃあちょっと一回寝てみてください。一回ちょっと。ああ、まあ悪くないね。まあでも寝心地はね、すごいいい。はい、いつもここで翔平が寝てるんだなと思ったらなんかちょっとね。いやいやいや、寝てますけど。俺も一瞬ここで寝てみたいなっていうね。あ、でも今日大地君ここで泊まるって。え？確かに俺どこ寝るとこないし、ちょうど枕が2つあるんで、ね。あ、そうですね。じゃあ宿泊所で。いつもどっちで寝るの？これいつもこっち。こっちは？じゃあこれ俺のために今日は用意してくれたってことかな。あ、まあそうだね。あれ鏡が2個もあんのに。あ、そうなんですよ。鏡が2つあるからこっちで人がやってもこっちもできるし、乾燥機が2つで洗濯機が2つもあるんだ。そうですね。匠がね、洗濯してる姿なんてもうびっくりですよ。しなそうだ。もう箸の持ち方も知らない。それは言い過ぎでしょ。箸の持ち方も知らないサウスポーなの。サウスポー、いい意味で。いい意味で。じゃあちょっとまさかの部屋に。あ、ここ寝ます。もうまさき寝ちゃうの。はい、明日も朝早いから。僕は3歳ぐらいから一緒に
低い。3歳ぐらいから一緒に。多いっすよ。3歳から使っても10年以上使ってるのさ、めっちゃ綺麗。綺麗に残ってるんですよ、ね。大切に使ってんや。今日も疲れたと思うから。おやすみなさい。おやすみなさい。たくもおやすみ。おやすみなさい。今日はたくみの部屋で。はい。たくみと一緒に寝ます。おやすみなさい。おやすみ。はい。りゅうとももうね、寝る時間ですね。ベイビーはね、早く寝ないとダメなんですよ。明日朝早いので。アラームかけた？かけました。オッケー。おやすみなさい。おやすみ。元気してあげるね。あざーす。おやすみ、バイバイ。バイバイ、ボイボイ、ボイボイ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。